番号です。マイクパフォーマーのアンジェリーナ3分の1です。はい。はい、今日のね、検証動画は、おなんとまとまりがない。今日の検証動画は、1時間でどれくらいベースを弾けるようになるのかっていうのを、古賀先生に教えてもらったもと、はい、生徒として私がちゃんと検証していきたいと思うんですよ。なんとね、私ベースはね、初心者なんですよ。初心者っていうか、もう全く触ったことがない。何を教えればいいの？曲？いや、でもやっぱさ、なんか聴いててかっこいいのさ、弾いててもらいたいわけね。なんかやっぱさ、なんか奏法とかも大事だよ、基礎大事だから。でも、ね、1時間しかないの。1時間でやっぱどこまで弾けるかっていう勝負をね、今してるわけ、だから、やっぱどこまで、曲とかじゃなくてソロとかみたいな感じ。それはちょっとイメージイメージ、ね、でもじゃあそのいうチョッパー奏法とかはそうそうそう、ワンフレーズを、そう、それが言いたかった。じゃあワンパターンのなんかをアンチで教えればいい。そう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 、それをアンチが1時間でどこまで弾けるようになるのかっていうのを検証していきたいと思います。じゃあ一回やってみる。うん、やってみよう。はい、レッツゴー。もう息があって、だから台本なさすぎなんだって、これ。そうだそうだ、もう一回もう一回やる。レッツトライにしましょう。せーの、レッツトライ。はいはい、ベースを持ってみました。これちょっとね、幅でかくない？やつよ。ああ、やばい。しかもじゃ入りきってないんだよ、これ。4弦ベースなんですけど、チョッパー子がモデルの白い4弦ベース。はい。なんかまあ5弦ベースで私今やってるんだけど、ちょっとまずじゃあ4弦なので、はい、4弦を使った。4弦を使った。このなんかフレーズはありますか？これがサブピング。これと、フルを組み合わせた。本当にブルブルみたいな。はい、すいません。弾けるでしょ。弾ける弾ける。うん、よし。1時間スタートしますよ。よーい、スタート。はい。いきます。オッケー。はいはい。まずサムピングは親指を使います。親指。はい。でこの最後のネックの最後。ネックの最後。のここの何？ここに芝に当てる感じ。はい。ノーノーノー。ノーノーノー。何ですか何ですか。まずこの今弦の上に押さえる、うん、押さえ込むようにやっちゃうと音は鳴りません。弦を揺らして音を鳴らさなきゃいけないから、弦のね、なんかね、弦がこうあったら弦の下の方を当てる気持ちで、下の弦に着地する。おお、乗ってる。要はピックでこうやってやってるのを親指でやってる感覚なんだけど、さらにそれに振り抜きを入れる。振り抜き。ちょっとアンジー、ちょっと真ん中に来て。はい。お、本格先生。こうあるじゃん、うん、これを、うんうん、わかる？してる。下にと抜いて、そう、そうそうそう、そう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 って言ってるけど、これやってるの古賀さんやん。古賀さんの主導権のもと今やってるんですけど、これ合ってますね、これ。こういうこと。こういい感じ。いや、なんかドペドペって感じ。
教えてるの違うかもしれない。え？今？合ってるんだけど。で最後がだった。左手からだ。タック？タックかな？タッカタラ。このフレーズをね、うん、やりますよ。やりますか。やります。じゃあリベンジ動画を撮るということで、うん、リベンジするぞー。今週もガチャリックスピンの YouTube を見てくれてありがとうございます。この企画をきっかけにベースの楽しさに気づきました。絶対1週間でかっこよく弾けるようになってやる。この動画が少しでもいいなって思ってくれたそこのあなた、ぜひチャンネル登録と高評価、そして拡散してくれたら嬉しいです。また来週の YouTube も楽しみにしててね。あーちょっと待った、この後お知らせがあるので最後まで見てねー。